賢者はかつて本のない部屋は魂のない体のようなものであると言いました。本は多くの人々にとって世界の知識という宝物への扉です。しかし21世紀のデジタル時代の夜明けに、これはまだ真実でしょうか？このロボットアームの答えはいいえです。これはロボットマジシャンというデスクトップ上で使用するために設計されたロボットアームです。対応物よりも小さい本体を備え、正確、多機能、拡張可能なロボット工学について学ぶのに最適なツールです。 3D 印刷やレーザー彫刻、書写や描画、オブジェクトを掴んだりといったタスクを行うことができます。標準化されたエンドツールはひねるだけで切り替えることができます。細かい作業や大きなオブジェクトの移動に関わらず、素晴らしいものを作成したり、優れた利便性をもたらすことができます。制限するのはあなたの想像力のみです。家庭から研究所、またはコンテストにさえ、ロボットマジシャンの使い方はどこにでもあります。すべてを実現するには、ロボットスタジオという専用アプリケーションが必要です。これはデスクトップロボットアーム用として最も多機能な GUI 制御システムです。 USB、Wi-Fi、または Bluetooth で接続し、マウス、ボタン、ジョイスティック、またはジェスチャーでロボットマジシャンを制御することができます。たった1回教えるのみで、あなたの動きを正確に模倣します。ロボットアームの使用はこれほど簡単なのです。それだけでなく、ロボットマジシャンはプログラムの友人になることができます。ロボットブロッキーというグラフィカルプログラミングインターフェースで、コマンドブロックを組み立てるだけでプログラムを作成し、通常のコードと同じように複雑なタスクを実行することができます。通常のプログラミング環境を使用し、最も使い慣れた方法でロボットマジシャンを制御することも可能です。プログラミングを学んだり、実際にプログラミングを行って両方を楽しむことができます。 DIY が好きですか？私たちの世界へようこそ。ロボットマジシャンにはデジタルとアナログの IO 電源、通信、さらにモーターポートを含む13の拡張ポートがあります。ロボットのプロトコルと API を用い、センサーとスイッチで独自のエンドツールを作成できます。歩くロボットアームを作りますか？問題ありません。インダストリー 4.0 の幕開けに、オートメーションの未来が近づいています。未来はあなたを必要としています。ロボットの恋人を作りましょう。ロボットマジシャンの準備はできています。あなたはどうですか？私たちと一緒に参加しましょう。